ということで、今回はタイトルにもある通り、ザー子供が生まれましたー元気で私の遺伝子をしっかり受け継いだ 3508g の大きい男の子ですくーまずはこの場でも奥さんにお礼を言わせてください。お疲れ様でした。ありがとうございました。とつき10日思い返せば短いようですが、長かったー。長かったよねー。 5月にお腹に赤ちゃんいんのに東京で個展やったらマジでお疲れ様そして個展で奥さんのマタニティマークに気づいた人も何人かいらっしゃったんですけど今日まで黙っててくれた皆さん本当ありがとうございますそして何より今日に至るまでサポートしてくださった全ての皆々様ありがとうございますいやーもうね 泣いたわ泣いたああくいう私もおさんに立ち会わせていただいてへそのままで切らせていただいて新しい命の誕生を目の当たりにするという貴重な経験をさせていただきましたありがとうございますいやもう実感としては俺の子供が生まれてきちゃったって感じなんですけどねほんとマジでめっちゃかわい食べちまいてくれだ そして、生まれたてのこの姿は、このドビー目にそっくりなのでございます。まあ、ドビーほど耳が大きいわけじゃないんですけどもね。<laughs> じゃあ、<laughs> そして何よりも、この動画。陣痛が始まった奥さんを病院に送り届け、一旦帰宅した。その足で撮ってます。意味わかんないでしょ？<laughs> <laughs> まだ陣痛始まったばかりだと言っても、うわー、いよいよか。 一料理して落ち着くかうわー落ち着かねえ。一旦動画撮るかああ発想が狂っちゃうな。頭の中がイカれちゃう。このエビ寄せフライの卵とじ丼うめえんだエビカツ丼みたいでうめえんだ懐かしさで人を落ち着かせる鎮静剤のようでした 子供の頃よく食べたエビ寄せフライを5個一気にどんぶりとして食う大人の背徳感やべえということであっという間に完成あらやだ美味しそうやだーいや,すいやーまあ緊張で味全然覚えてないんで普通に喋りますもう約丸5年くらい同じネタをこすり続けさせていただいているチャンネルで独身時代のきったねキッチンから始めたチャンネルで 腰して入籍してまた引っ越ししてそして子供ができたことを報告できる喜びマジで本当に幸せですありがとうございます YouTube とニコニコ動画本当生まれた当日に更新させていただいておりますニコニコ動画はサイバー攻撃で更新が止まってた分毎日更新してたんですけども溜まってた動画をこの動画だけでもリアタイで見てほしいんで予定を変更させていただいてます インスタグラムと TikTok はこっちの都合で1日遅れで更新させていただいてますもちろん今日がゴールじゃありません新しいスタートですこれからも頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いしますはい江戸テン